パンサーはアメリカ海軍の補助巡洋艦。後に駆逐艦母艦に改装された。当初の船名はオースティンであり、1889年にペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で寄港した。海軍は1898年4月12日にレッドディーラインスチームシップ社から購入し、1898年4月22日に ニューヨークで艦長ジョージシーレーター中佐の指揮下パンサーの官名で収益した。米西戦争が勃発し、パンサーは収益後直ちに任務に赴いた。4月に北大西洋艦隊に合流し、部隊は紛争期間を通してキューバの封鎖を行った。ウィリアム T ・サンプソン提督は5月初旬にキーウエストからパスクワル・セルベラ提督率いるスペイン艦隊が サンティアゴデクーバにいるであろうとの報告を受けた。パンサーは艦隊の他の艦と共に沖合を偵察し、6月11日に646名の海兵隊員を乗せてグアンタナモアンを出港した。海兵隊はカイマネラに上陸し、続いての戦いに備えて残壕を掘って待機した。パンサーは両艦と共に以前の位置に交代した。 スペイン艦隊が戦闘で壊滅した後、パンサーはニューヨークに向けて出港し、その後ニューヨーク、ボストン、ノーフォーク、ポーツマス艦を巡航。1899年10月20日にフィラデルフィアに向かい、通常状態で待機した。パンサーは保管の後1902年6月19日に最終駅し、訓練艦の任務に就いた。7月にニューヨークに向けて出港。 各地の海軍民兵と共に活動を行った。7月にはニュージャージー州、8月初めにはペンシルベニア州、8月末にはコネチカット州海軍民兵を上官させた。1902年、西インド諸島とカリブ海の正常が不安定になり、アメリカ海軍は合衆国の権益保護のため艦隊を派遣した。1902年9月にパンサーは、 海兵隊大隊を乗せ、ホンジュラス沖合で、ステーション艦任務に従事するためカリブ海に向けて出港した。1903年10月21日までカリブ海戦隊と共に活動し、その後フィラデルフィアで退役した。パンサーは1907年11月18日に補助、工作艦として最終駅し、北、大西洋艦隊に配属。 1917年4月まで活動した。パンサーはグレートホワイトフリートの世界就航に補助官として支援を行った。その後1917年7月1日にフランスのブレストに向けて出航、第一次世界大戦でのアメリカ海軍駆逐艦隊に母艦として随伴した。戦後はスコットランドのカークウォール、イングランドのデボンポート、ポルトガルのリスボン、 ポンタデルガダを訪問した。1921年、アメリカ合衆国の関心は中国へと移った。海軍のヨースコーパトロールは数年間活動し、紛争の予防及びアメリカ人、アメリカ合衆国の権益保護に貢献した。パンサーはアジア艦隊に合流し、権益保護活動に従事した。ステーションでの任務は1922年まで続き、その年の5月に、 退役のため帰国する。退役後は1923年3月24日、フィラデルフィアのティオガスチール社に売却された。ありがとうございます。